みなさんこんにちはアリチューラジオが始まりました今日のパーソナリティは有明中学校2年新体操が大好き梅沢芽術と同じく有明中学校2年音楽が大好き小田島ひのでお送りいたしますよろしくお願いします,しします今回の放送では小田島さんがハマっている K-POP アイドルトモローバイトゥゲザーについてと昨年行われた オリンピックの会場の様子と今後の予定について最後に今時の言葉クイズ星座占いじゃんけんの豪華三本立てでお送りします楽しんでいただけるよう頑張りますので最後まで聞いていただけると嬉しいですどうぞよろしくお願いしますそれでは私小田島がハマっている K-POP アイドルトゥモローバイトゲザーについてお話ししたいと思いますイエーイ トゥモロー・バイト・ゲザー、略して tyt は、世界中で大人気の韓国グループ、bts の弟分です。ヨン・ジュン、スビン、ボムギュ、テヒョン、主任会の5人のメンバーがいます。私の推しは、テヒョンです。へー、テヒョンさんの、どんなところが好きなんですか？たくさんあるんですけど、一番は歌声ですね。 テヒョンはすごく歌が上手で他の人の声が聞こえなくなるぐらいテヒョンの歌声に入り込んでしまいます二つ目はとにかく可愛いところです私もテヒョンとボムギのうぷずペアが好きなんですけどテヒョンのボムギに対しての行動がものすごく可愛いんです仲のいい兄弟みたいで可愛いですその T by T の曲 Good boy gone bad を聞いてもらいたいと思いますこの曲はいい子がグレてしまったという意味があります 想像してお聞きください続いてコー区オー紹介のコーナーです今回はオリンピック会場の今の様子と今後の予定についてお話ししていきたいと思いますイエーイ,イ,エーイ小田島さん突然ですがここで問題ですはい東京オリンピックパラリンピックニ2 0ゼル大会で日本は金メダルを何個獲得できたでしょうえー20個ですか残念 正解です正解は28個でしたそれでは本題に移りたいと思います東京オリンピックパラリンピック大会のバレーボールと車椅子バスケットボールの競技で使用された有明アリーナの今の様子と今後の予定についてお話しします有明アリーナの使用人数は1万5千人ですオリンピック後アリーナ周辺にたくさんの植物が植えられ緑でいっぱいになりました8月20日に 次世代型エンタメ総合施設として開業されますえっそうなんですかさらにオープニングシリーズで8月20日21日の土曜日日曜日に Perfume さんによるアリーナツアー8月24日水曜日には車椅子バスケットボールのエキシビジョンマッチ等も実施8月26日金曜日はなんとなんとなんとビリー・アイリッシュさんによるワールドツアーが行われますえーすごいですよね 皆さん時間があったらぜひ立ち寄ってみてはどうですか次のコーナーは今時言葉クイズですコー区オー紹介梅沢がお送りしました最後のコーナーは今時言葉クイズですイエーイ第一問まるまるで草などの文末によく使われる草とはどんな意味があるでしょうかじゃが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 じゃん 答えは笑っている笑えるという状況を表す言葉でした 2> 第二問はにゃーと思わず口から出てしまうときはどんな感者のときでしょうかじゃが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 じゃじゃん答えは疑問を感じたときでした第三問二千二十二年上半期流行語大賞一位になった言葉は何でしょうヒントはアニメスパイファミリーに登場するキャラクターのセリフで

これで今時言葉クイズを終わります。次は星座占いです。今日最もいい運勢の人は蟹座のあなたです。持ち前の話術を発揮し、何事もスムーズに。手強い相手でも堂々と話すと好結果。ラッキーパーソンはイニシャルが K の人です。今日最も悪い運勢の人は牡羊座のあなたです。三月二十四日生まれの小田島さん。はい。要注意ですね。 時短や楽を追い求めすぎて作業が雑に、勝負どころはしっかり気を引き締めてやりましょう。ラッキーパーソンは謙虚な人です。今日も良い一日をお過ごしください。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。アリチュラジオ、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ機会があれば、8月20日開業有明アリーナ、行ってみてくださいね。それでは最後にアリチューじゃんけんです。 ありちゅうじゃんけんじゃんけんぽい。私たちはグーを出しました。勝った人も、負けた人も、あいこだった人も、今日も一日頑張りましょう。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。この時間のお相手は梅沢芽衣さと小田島ひのでした。バイバイ。今回は有明中学校のオリジナル番組、ありちゅうラジオをお聞きいただきました。 小田島ひのです。今回参加してみて初めてラジオを体験したんですけど、ものすごく楽しかったです。梅沢めいさです。今回参加してみて、言葉だけでも人を楽しませる工夫を知ることができました。また挑戦してみたいと思います。ありがとうございました。